はいどうも、僕ピオキングって言います。めっちゃやる気ない挨拶だったね。未だにですね、マリオメーカーズのみんなでバトルをやっているピオキングって言います。うおー、ちょっと待って、これみんな落ちるでしょね。やったみんな落ちたね。さあ、これ僕左から落ちていきます。で、このままこういう感じで行った方が早いと思うんですよ。うわ、みんな真似してる。ずるいね。今、ああいうやり方がね、最善。マリオも落ちたんだね。ね、マリオも。いいよ。それできないならしないでいいよ。ね、マリオできないならしない方がいいよ。ね、そうやって普通に行って、もう普通に行った方がいいと思うんですよ。さあ、これ結構ね、このコース落ちるようなコースだと思うんで、ちょっと気をつけていかない、いけね。もう分かって、もう何言いたいか分かったでしょみんな。なんとなく分かって、これどこだろうね、これどっちに行ったらいいんだろうこれ。いやー、そういうこと。うまい、キドピオ今のうまい。なるほど、三段ジャンプで行くのね。オッケーオッケーオッケー、こんな感じで1、2、3、オッケー、来た。あのキノピオよく思いついたねそれ。さあ、今度は僕、このアイテムじゃないな、アイテムじゃない、これ落ちるかもしれないから気をつけていこう。なんかね、あのピンクコインを2つ取らなきゃいけないっぽいんですよね。で、このね、Pコインっていうのは、Pコインじゃない、この Pスイッチっていうのは何だろう。ちょっとこれがめっちゃ気になるから、ちょっとここで1回踏んでいって、上に行くでみたいな、こっちになんかあるでしょう多分。ほらほらほら、めっちゃ怪しいよねこっち。来た。いや、こっちになんかあるんだよな。でも僕はこっち、えボス、いや誰もいないじゃん。めっちゃビビったし。さあ、今度はあれ、ゴールっぽくない、なんかほらほらほら。いやー、フォアプレイクラシッククランプ。いや、いいね、クランプって言ったら多分登るコースでしょ。登るコースの4人用プレイ、最近僕好きなんだよね、4人用コースの登るプレイ。登るプレイ、これ語彙力がおかしい。登るプレイ、まあどんどんね登っていくステージだと思うんですよ。いや、やっぱそうだね。いや、僕誰だったっけ、僕誰だったっけ、待って、ルイージだった。全然違うとこ見てた。いや、これはもうハンデ、もうこんくらいハンデだよね。もうこんくらいハンデで全然抜けると思うね。さっきも言いましたけど、僕最近登るプレイめっちゃ得意なんですよ。ほら、早くないね、めっちゃ早くないね。このまま渡っていこうか。よし、オッケー。で、ジャンプのここはシャカジャンで行った方がいいと思うんだよな。待って、どこに登ってんの。僕どこに登ってんだろう。さあ、これはシャカちゃんだね。いや、マリオがめっちゃ速いね。ちょっと飛び抜けてめっちゃ速いけど、よし、でこのまま渡っていきます。これは、いや、いけねえな。こっちか、左の方がいいね。左をこうして出しておいて、ここも出しておきます。マリオマジで速いね。ジャンプ、オッケー。で、ここもジャンプ。うわ、間に合わん。よし、落ち着いていこう。え、落ち着いていこう。うわ、マリオマジで速い。ここしゃがんでいった方が速いね。いや、いいよ、まだワンチャン。右、よし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 、行け、行ってくれ。いや、いやいや、負けたなこれ。え、待ってよ、待ってないのか。ですね、最近ツイッターでですね、僕自撮りを上げたんですよ。まあそのコメントでですね、皆さん良心的なコメントがね多くて本当嬉しかったですね。この場をお借りしてね、お礼させてください。ありがとうございます。さあ、今度はクリボーをかぶったままゴールだったね。このまま行けるのか、このまま僕は。いや、ちょっと待って、えっ、おーよかった。ちょっとゴールできないよね。うわ、でまたフォープレイヤー VS なんたらかんたらって書いてますけど、これはやっぱそういうバトルコースだよね。いや、いいね、今度僕一番下行きます。一番下ちょうだい。いいね、いいね、いいね。みんなちゃんと分かれて、みんなちゃんと分かれて。ちょっとルイージって、もうたまにはね、僕もよろしくお願いします、送っておきますかね、よろしくお願いします。めったに送らないんですけど、こんな可愛い子のよろしくお願いします。みんな僕をね、勝たせないわけにはいかないですね。さあ、これは上登るコースか。いや、いいね、なるほど、ここでビヨンね、ビヨン。うわ、捕まるのか、急に捕まるのはちょっと反応できなかったな。で、次右、うわ、マリオめっちゃ速くね、マリオめっちゃ速いって、マリオめっちゃ、いや、ちょ、これは運だな、これ結構運ゲーだね。このまま、誰もしないのか。もう無理じゃんこれ。いや、マジ無理じゃん。いや来た。いや、ありあり、これあり。いや、やった。いや、めっちゃたまたまだけど、これは僕めっちゃチャンスだね。よし、左で、このまま右に行きます。うわ、ここ結構むずくね。ほら、一
けないんだけど。いや普通にいけた。よしこれは僕得意ですよ。このバネは得意なんです。よしでファイヤー。さあこれはこのままもう一丁。2回目。よしもう一丁。よしでこの上3回目。どういうこと。これクンボ乗っていきます。そして上に何がある。よし慎重に乗っていこう。慎重に乗っていきます。オッケー来た。でこのトルネードの土管勝った。やったトルネードの土管。最近ね視聴者の方からこういうね言葉をいただくんですよ。ビオキングさんが人気になってきたら寂しい大丈夫人気出る感じしないから。さあ次4人ダッシュレース。すっげえ面白そう。4人ダッシュレースか。めっちゃ好きなんだよねこのスキンで。ダッシュレースっていうのかな。さあ来ました。僕ねちょっと調子乗っていい。こっから行きます。こっから走っていく。全然タイミング違った。さあって最初違ったけどこのままダッシュしていきます。うわうわ弱い。一番雑魚じゃん。このままジャンプだね。オッケーオッケーオッケー。よしジャンプ。これはねもういけるかな。いやいける。いやまだいける。マジで引っかかるさあこれ一番ドメじゃん。もう一番ドメじゃん。いやまだあるよ。まだチャンスあるね。で左オッケーオッケー。で右左ので左行こうか。一番左から行ってジャンプ。いやいいよワンチャンある。で右一番遅いね。でもいやこれまだ勝てると思うんだよな。調子が良ければ勝てるんですけど、まあ調子別に悪くないと思うんだよな。そんなに難しくないもんねこのコース。でジャンプ。これみんな引っかかってるね。この引っかかるのによし。オッケー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 。いやいいよ2番。そしてまだある。まだある。いやあんちゃある。2番でしょ今。ドベからの復帰来ました。はい。でこれ右左の右左。オッケー。で次左か。うわー負けた。これはもう終わりでしょ。はい負けました。うわ赤隊2人もいるね。ピンク S プラス。ピンク S プラスでいいのかな。赤隊っていうぐらいだからね。赤 S プラスの方がかっこよくない。でもさもうちょっとかっこよく言いたいよね。レッドプラスレッドブルみたい。あー待ってそんなん言ってたらドッスンが怒っちゃったじゃん。さあこれはパウだね。パウを持って。うわちょっとなんで僕だけ。なんかした僕。なんもしてないじゃん。よいしょ。パウを持ったまま行こうね。このパウを持ったまま行きましょう。なるほど。ここであの鍵がいるのか。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あれギブアップした。なんでてかブーメランになりたいんだけど待ってブーメランになりたいんだけど待って僕だけなんかブロックなんだけどパウなんだけどちょっとおかしくないこれ。えどういうこと。なんかあるの。なるほど。あそこにあるか。オッケー来た。左上にありましたね。でもまだパウダーね。オッケークリボーでしょ。えやられたやられた。なるほど。いやちょっと待って。ええめっちゃ攻撃してくんじゃん。みんないるからじゃない。みんなねクリボーの帽子かぶってないからでしょ。待ってあんたいたら危ないって。あなたいたらダメだって。ダメだって。いやこのまま走っていきます。よしオッケー。今のうまかったんだけどな。さあ今度はプロペラブロックを持って上に行ってるのか。なるほど。よしそれじゃあみんなで入っていこうね。ここはもうみんな優しくっていうかみんな。うわお前許さんよねキノピコ。あの人は絶対許さないよね。どこいる。こっちか。オッケーオッケーオッケー。よしじゃあ僕はプロペラ取っていきます。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。